トモヤの小部屋へようこそ。はい。今日も小部屋のプロフィール。はい。現在地。はい。聞きたいことが山ほどあるんですよ。はい。プロゴルファーの人って、うん、そもそも練習ってどれぐらいの頻度でやるんですか。練習はまあ基本は毎日。毎日するんですか。はい、あ。でももう打てるんですよね。ちゃんと打てますよね。うんうん、ちゃんと打てるのに毎日しなくてもいけそうじゃないですか。 でも感覚がずれるんですよ、ね、うん、ちもこう最近レッスンとかもあったりしてうん、うん、毎日クラブに握らなかったりすることがあるんですけどやっぱこう一日空いた握る時ってこう感覚違ったりもするんですけど、うん、もう単調じゃないですかだから僕らでいうともうティーを1人で黙々とティー台に置いて打ってるだけっていうなすか飽きはします。 やっぱりしますよね。<laughs> やっぱり。秋はすごいしますけど、<laughs> うん、でもラウンドあったり試合があったりするとうん、うん、絶対スイングってこう崩れるんですよね、うんうん、ラウンドもあると。うんうん、だからその崩れを修正する、崩れを修正するみたいな毎日がシーズン中はありますね。うんうん、オフはなんとなくせこう前シーズンの悪かった癖を、うん 取り除くためにやるみたいな。うん、じゃほぼ毎日ですか。毎日で最近こうやっぱその自分のボール球質とかを数字として見れるような機会が出てきてるので、うんはい、自分の感覚はこうだったのに数字としてはこう出てるからあ違うんだとかもうすっごいだからもう、うん、点何とかで出てきたり、うん。あれいいですよね。はい。でそうすると逆にもう面白くなります。でも結構高いですもんね。結構高いです。 数百万すもんね。でもあれはいいですね。だからあれですね。今日の結論としては、ゴルフを真剣に上手くなりたかったら、その機会を変え。そこ。これです。そこですか。はい。それでね、あと反復練習して、その感覚と結果をすり合わせていくのが一番上手くなる秘訣ですよね。だからまずは道具を買って。道具を買ってね。はい。もしくは 道具があるところで練習した方が上達の近道です。うん